はい。はい。はい、かった。よろしくお願いします。斉田です。こちらお願いします。よろしくお願いします。はい、やってる途中っていうのはどういう感じなんですか？もう本当に体が動いてる感じなんですか？演奏中はですね、もう音楽の中に入りたいわけですよね、はい、入らなければいけなくて、なのでやっぱり一番使うのは脳と耳なんですよね。ピアノってどういう存在なんですか？まあ、友達に近いかもしれないです。悩み事を聞いてくれたり、はい、まあ励ましてくれたり、なので僕にとってはこう家族みたいなもんですね。反田さんの好きなフレーズを聞かせていただいてもいいですか？はい、ショパンのピアノ協奏曲第1番の1楽章からなんですけども、はい、で40分間のある作品の中で、最も好きなのがその10秒くらいなんですけど、この10秒を弾きたいがために演奏の依頼をイエスって言って聞かせてもらったりしますね。今ご自分は大人だと思いますか？体に関して言えばまあ大きくなったんで大人かもしれないですけど、でも僕は結構いかんせんやっぱり演奏者でもあるから幼稚なところもあったり。静寂とは？音楽。音楽は静寂なんですね。休符ってありますけど、休符も音楽です。芸術と娯楽ってどっちが残ると思いますか？芸術が娯楽になる可能性もありますよね。まあまあそうですよ ね、はい、難しいけど僕はやっぱり芸術だと願いたいです。運命とは？運命っていう言葉を聞くと僕はもうベートーベンしか出てこないんですけど人生二度あればと思いますか？そうですね。思いますか？二度あったらいいな。また生まれ変わっても人間でありたいなって思います。ピアノと喧嘩したことがあるんですね。口喧嘩でも勝てないですね。あ、そうなんですか？返答がないから確かに。これで、反田さん CM 撮影の方は以上になります。